おはようございます、ももチャンネルです。今日はつるありんげんのプランター栽培、朝顔の支柱を使ったあんどん仕立てをお送りしたいと思います。まずはじめにこちらがつるありんげんの苗になります。本葉が出てつるももう少しで伸びそうですね。こちらが分かりやすいかな。もうちょっとで伸びますね。はい、そうしましたら使うのが9号鉢、菊鉢ですね。排水性がいいです。今回も底土は入れず、なるべく培養土の面積を確保したいので、そのまま培養土を入れてしまいます。根が動き出してつるが伸び始めますので、その頃になると、鉢の上の方にですね、観光肥料を上に乗せてもいいと思います。この培養土は少し元肥が入ってますので、つるが伸び始めてからでいいと思います。はい、そして今回も予備のために2本入ってますけども、都合4本植えてしまいます。ダメになるのも計算して、おそらく3本ぐらいになったら効率よく回っていくかと思います。はい、それでは植えていきます。そーっと緩く繰り返します。はい、根が回ってます。いい苗ですね。こんな感じかな。植える鉢のポットの土の高さとプランターの土の高さは同じにしてください。深植えにする必要はありません。はい、ウォータースペースを 2,3 センチ取ってください。はい、支柱を立てていきます。はい、この棒、輪っかの輪の高さは後で調整しますので、とりあえずこのような形になります。はい、5月いっぱいはつるが伸びます。花が咲き始めるのが6月初旬あたりになると思います。そしてそれが実になるのにやはり2週間ぐらいかかりますから、6月中旬頃から実がなってくると思います。はい、それでは灌水していきたいと思います。はい、灌水します。以上でつるありインゲンプランター栽培、朝顔の支柱を使ったあんどん仕立てをお送りしました。ご視聴ありがとうございました。